会えるはずのないあなたの姿も見つけられそうに混んだレストラン、惨めな噂が届かないように気の早い半袖で来てみた。手紙も出せぬほど忙しいのよ。話しかけられて微笑み返す、ほらチャイムを鳴らし、コーヒー冷まし、もうすぐランチタイムが終わる。ティリティリティティティリティリティリティ、日向で語らう人々は急ぎ、また白いビルに吸い込まれる。私と鳩だけ歩道に残って、ハウラのそよぎを眺めていた。かすかに響いてくる地下鉄に乗り、早引けをしたい、そんな午後です。ほらチャイムを鳴らし、背中を叩き、もうすぐランチタイムが終わる。チャイムを鳴らし、コーヒー冷まし、もうすぐランチタイムとしての性質を失ってしまうというですね、不思議な現象が起こります。そして